休憩をお勧めします。通信の結び目に起動アタッチメントを接続します。ついにやったな、サム。我々のカイラル通信は北米大陸を横断した。この国は再び一つになった。ユナイテッドシティ・オブ・アメリカの誕生だ。今後はたとえどこかの結び目が破壊されたとしても、もうカイラル通信の接続が解除されることはない。カイラル通信は繋がったビーチで全て維持されているからな。そしてサム、我々には最後の任務が残っている。 UCA の新しいリーダーだ。ブリジット・ナギアとこの UCA をリードできるのは彼女しかいない。最後の大統領の娘、アメリカという名を持つアメリ。彼女を何としても救出してほしい。アメリと合流してくれ。カイラル通信がつながった今、アメリの居場所はヒンクスにも見つかる可能性がある。前にアメリが言っていたように、そこのプライベートルームで合流するんだ。プライベートルームで待機してくれ。やっと来たわね。待っていた。サム、私よ。アメリ。私は絶滅体なの。カイラル濃度急上昇。臨戦状態スタンバイ。武器と装備を準備してください。正体不明の脅威との接触に備えてください。
整ったカイラル通信は全てつながった。この大陸を横断する全ての結び目が一つになった。絶滅の種は俺が確保した。これまでに起きた大量絶滅は全て絶滅体がもたらした。もうすぐ6回目の大量絶滅が起きる。単なる種の入れ替わりや絶滅ではない。物質と反物質が消え去る。今回が最後の大量絶滅になる。お前たちが結び目をつないだおかげで
その準備が完了した。そこでついにゼスメス隊の登場だ。アメリ。サム。あなたたちが必死でつないでくれた全ての結び目と人の数ほど存在する個別のビーチを私の力で一つに束ね直す。そうすればこれまでのような小さな DS とは違う地球史上最大で最後の大量絶滅が起きる。アメリーどうなってる？ラストストランディング、人類の消滅、絶滅との結び目である私の役目。サム、思い出せ。俺たち、ドゥームスは彼女の結び目から生まれた。俺たちが見た悪夢は逃れようのない確固とした未来のビジョン。これこそが俺たちの夢見たこの世の終わりなんだ。黙れ。サム、わかった。絶滅は止められない。早めるか遅らせるかしかできない。俺を倒せたとしても彼女を救うことはできない。絶滅は止まらない。さあ食うなら来い。
気持ちがいいな。